私は人権擁護委員の尾崎と申します。この人権の花植えを通してね、命っていうものを感じていただけたらと思います。みんな花を見て どんな人でも嫌な顔はしませんよね。とっても幸せな気持ちになりますよね。あれ、10本ある。